はよ。はよ。はよ。またみんな。でも声出ないだって。はよ。おはようございます。なんで今日こんなに私は季節外れのモコモコパジャマを着ているのでしょう。慣れた。正解は目の前にあったから。私の声返してください。え、今来たとこ？何？チームチオー。へへ。新潟寒いかな。どうだろう。いや、これ着て寝たんじゃないんだよね。これね、しまおうと思って洗って干してたんだけど。朝から見えると嬉しい。確かに。じっちゃんかわいい。ありがとう。私バンで走らせるプロだから。また洗わなきゃ。そうなんだよ。え、でもこれ着て寝たわけじゃない。私は今配信するときにこれを着ただけだから。そう、大丈夫はず。どうなんでしょう、どうなんでしょう。短時間だけ来た。みんなは洗う？洗わない？じゃあ他のもの着てた。あの配信に映っちゃいけないキャラクターの。だからやべえと思って。急いで目の前にあるものを着て、やばい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 。7時って思って。めっちゃ急いだ。急いことそういうこと。そうそうそう。ねえ、ありがとう。何？だるまもありがとう。フリュール愛は届きましたから、ばっちり。バラありがとう。すっぴんかわいい。ありがとう。ありがとう。半年近く。確かにね。でもどうなんだろう、私秋からこんなん来ちゃうかも。ちょっと寒いなーと思って。どう思う？で、私ね、こっち半分ニキビが気になるの。こっち半分ないよ。シミでしょ。みんな、でもこのまま治りかけなの。もうニキビじゃないの。ただ赤いだけなの。フェリアル会えたね。会えました。無事無事ミッション成功。じっちゃんとカレーさ、みんな気づいた？身の森でこれとこれやったの。殴られた。こっちだけ。俺が思いすぎたせいかな。え、絶対そう。だから昼より受付で会えたんだよ。にゆき、こんな可愛い子ある？嘘だ。もっと可愛い子いますよ。ちっちゃんかよ。へへへへへ。ありがとう。おはよう。いや、見つぎたまたま目が合っただけかも。おはよう。わかる？このみんな、私がいつも強い目なのに今は垂れてるよ。眠いのかしら。おはよう。うん、6月も苦手いけそう。本当？じゃあ会えたらいいね。
楽しみだ。私が全然いつなのか分かんないけどね。ハートありがとう。てっちゃんかわいい。会いたいね。私も会いたい。おはよう。あーあーと。いや垂れてる、垂れてるっていう、もう眠そうな垂れ目じゃん。全然全然目がたくさんあったらどうでしょう。どうでしょう。楽しかったよ、ありがとう。およかった。お呼び会も楽しかったでしょ。じゅっちゃんかわいい、ありがとう。はよう。食べる時間よ、食べる時間。受付終わってから食べに行きな。どうせだって4期の受付はさ、みんなあれだよ、みんな4期の受付は朝10時から11時の1時間と3時から4時だから、声が始まる前に絶対1時間は空くから大丈夫。朝じゅっちゃんは小一ぐらいに見える。びっくり。じゅっちゃんかわいい、ありがとう。おはよう。平日、そうなんだ、平日4時間なんだ。私平日の公園出たことなくて。へえ、平日は4時からじゃあ5時か。へえ、そっかそっか、終わるのもね、遅いもんね。15分、あ、受付だって10時はあのアコラブラが開く時間でしょ。そこからみんなゆっくり来るんでしょ。受付にいる時間1時間だけ、みんな15分か20分ずつ交代してる。そう、平日ほぼね、そうなの。私まだ土日しかやったことないし。おはよう。やっぱさ、あれなの、あの、なんだっけ、何を言おうとしたんだ私は今。そう、平日公演はさ、土日公演ってやっぱ何かが違うのかな、ね、おはよう。シェアポスト拡散完了しました、ありがとう。おはよう。確かに1時間あれば余裕でいろんなとこ食べに行けるよね。めっちゃ遅いとこじゃなければ。昨日受付姿だけ見れました、ジラさんの。へへ、あの人ありがとう。今度はね、受付慣れたらいいね。受付って交代してたんだ。そうだよ、あの人数が少ない日は5人とかだったらさ、1時間で20分20分20分で、5人だったら1人が余るから、誰か1人が受付2回できるの。やりたい人ってやって、はーいってみんな手あげる。譲り合い。おはよう。よよしんさん、喉枯らす、聞こえた聞こえた。あっち側にいっぱいね、私のファンの方たちが集まってたから、あっち側からいっぱいファーって聞こえた。おーっと。みんな2回希望なんじゃないの。いや、そんなこともどうなんでしょう、日によるかな。みんなだってね、公園と公園の間、本当だって、だって本当はさ、受付っていうものないからね。みんな他のこと したい人もいるから、
昼夜さすがに疲れた。まあ、今度もね昼夜でしょ。あちなみに私は昨日のあの長い文字をちょっとあやふやですね。そうだよ、焦ったよ。やばい、あと6分ぐらい、やばいやばいってなった。じゅっちゃんかわいい。はよ仕事行ってきます。行ってらっしゃい、頑張って。こういうのが始めたら多分全然なくなるもんね。そう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 なんですよ。だってみんなさ、これないないみんなと一緒だよ。ご飯だって食べたいし、メイクだって直したいでしょ。で他にすることもあるでしょ。そうだからこのね、全然あれがあるときは、みんなもっとおいで。いっぱい話せるいい機会だよ。だからといってのぞいてね、あれだけど。昨日もたくさんじっちゃんの受付のとこ来てくれたの。どうでしょう。あ、でも昨日はまあ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 、昨日はうん、いつもよりかはちゃんとみんなこうやってばらけてくれた。受付間に合ったんだから褒めてよ。褒めたじゃん、ありがとうって。ん、それでみゆみゆさんに愛伝えたよ、私。愛伝えたよ、朝メールにいっぱい書いたから。まだ言えないけど、はよ、はよ、よいしょ。20分だったら終わるか。写真撮れた？撮れたよ。昨日は3人の先輩と写真撮れました。私はジナにあれを伝えましたけど、私もあなたにあれを伝えましたけど。朝メール助かります。え、今日こそ届いてほしいね。私のね、メール反抗期だから。そう。送ってるよ、私。文はちゃんと考えてるからね。考えて、写真もつけて、送るの。で、ちょっと時間経って、そのメールサイトを見たら、そこに反映されてなくて、え、なんで？送ったじゃん。ってなる。ヘルカピトない。ヘルカピトない。バレたか。バレたか。すごいな、よくわかるな。たくさんのチャットあるし、そう、昨日めっちゃチャット送ったよね。私自分でもびっくりしちゃった。この前5時に、そう、この前5時に来たのね、朝メール。それはね、朝メール送ったの、本当はその日送って、そこに反映されてなくて。でも学生は平日は8時半までだから、メールは8時多分、私40分ぐらい送っちゃったのかな。そしたらスタッフさんがね、5時に多分送ってくれたんだと思う。次の時間は5時からだから。そうだから朝メール本当に来ないからさ、みんなね、びっくりだよね。自分びっくりだよ。ちっちゃん会ありがとう。一緒に歩いて他の誰、どういうこっちゃ。夕方のおはじゅっちゃんでもいい。会社着きました、ありがとう。え、頑張ってね、いってらっしゃい。いつ見ても次男が可愛くてつらいつらい、ありがとう。つらいね、ありがとうっておかしいか。おはよう、おはじゅっちゃんだって。何じゃみする、お仕事でしょ。そんなこともない。愛してるよジナ、ありがとう。41丁目おめでとう。
毎日見に来てくれてありがとう。ニューも手紙出しておきましたよ。手に渡るのいつになるかな。いつになるんだろうね。本当にね、私ねまだねもらえてないのもあるから、そう、こういうのはどこまで言っていいのか私は分からないので、私はあまり口を開きませんが、はい、夜は配信ないかな。今日はちょっと私は忙しいのでのでね、まあ、昨日のねチャット、昨日の動画でも送ろうかなチャットに。今日は夕方にまつげの工事があります。工事だってちょっとまた上げてくるわパッチリ夕方。うん、お仕事頑張ってね。夜の受け付けてありがとう、ありがとう、来てくれてありがとう私がダナコ寝るからだよ、ね、よし13位いきます。13位イキクラゲさんありがとうございます。12位しんいちさんありがとうございます。12位か、11位チャーハン部入部希望さんありがとうございます。変わったぞ、こ変わったぞもう一回ん。13位しんいちさん、12位チャーハン部入部希望さん、11位しずみゆさんありがとうございます。10位ポンドカクハさんありがとうございます。9位天津和さんありがとうございます。8位たかしさんありがとうございます。7位パンダのテオさんありがとうございます。ちょっと待ってね、ごめんね。6位アルニストさんありがとうございます。5位ミッチーさんありがとうございます。4位ライトさんありがとうございます。3位カズヤさんありがとうございます。2位ときめきこばさんありがとうございます。1位坂州さんありがとうございます。ありがとうみんな、今日も一日頑張ろう。今日は月曜日だよ、今日は月曜日だよってちょっと現実言ったみんな頑張ろうね、また頑張ろうね。朝メール送るから待ってて、待ってて、届くか分かんないけど待ってて、ちょっと今送って、じゃあ8時ぐらいにもう一回確認して、送られてなかったらもう一回同じの送るから、うん、それだといい、うん、よし、じゃあ私も起きることになる、うん、私は二度寝ができなくなるけどいいんです、それで皆さんに届けばいいんです。今日は絶対届くって宣言 しとくだからちゃんと見てね、返事してね、メールの返信待ってるよ。じゃあねー、頑張ってー。